7年前のその日、地球に落下した隕石は海を干上がらせた。隕石からは大量の地球外生命体ワームが誕生した。秘密機関ゼクトはマスクドライダーシステムを開発、ワームと戦う戦士として投入した。だがやがてネオゼクトを名乗り、組織に反旗を翻すライダーが現れた。我々ゼクトは反逆者を許さない。変身。おばあちゃんが言っていた、天の道を行き、すべてを司る。地球は完全に消滅します。どうせ滅びるのであれば、人類はワームの中で生きていくしかない。本当にあの天道とかいうやつと手を組むのか。面白いじゃないか、あいつ。どこが偉そうなだけじゃないか。お前知ってるか、ゼクトが黄金のライダーを飼っているという話。やつと戦おうとした相手は戦う前にすでに負けてるらしいな。人類の未来を決める天空のはしご計画、何としても邪魔はさせん。始まったな。俺たちも行くぞ。の森でいたのか。巨大隕石の落下から7年後の世界、戦士たちは人類の存亡をかけて戦っていた。壮絶な宇宙での死闘、そして今地球に向けて第二の巨大隕石が接近。世界が終わる。なんて美しい。愛する者たちと地球の未来のために一人の男が立ち上がる。劇場版仮面ライダーカブト、ゴッドスピードラブ。ハイブリッドクロックアップ。私はミューズ。強き方たちよ、私はあなたたちを待っています。我らゴーゴー戦隊冒険者。冒険者スタートアップ。最強のプレシャスを求めて、ゴーゴー戦隊冒険者が劇場大スクリーンに登場。美少女ミューズの謎のメッセージにヒーローたちが挑む。この夏最高の冒険アドベンチャーが君を待っている。地球の果てまで目指せ。
戦隊冒険者ザ・ムービー最強のプレシャス。